ルヴァンカップ31回目、いよいよ今日開幕です。両チームの選手が今ピッチに登場してきました。高橋直哉がアンカーポジションに入って、右ウィングバックの位置に畑、左に中野。あ、さあここもボール通った、イーグルス入ってきた、大きなチャンスを湘南が迎えましたが、ここは最後は中野です。やっぱりセンターバックだけではなく、平野が落ちたことによって、はい、リズムは生まれてますよね、はい、荻原が行く、ました、そしてパスを出す、ここには関根、関根が自分で運んでいく、さあここにシャルクがいる、シュート、最後は岡本ですか、岡本ナイスブロックでしたね、はい、最後滑り込んでいきました岡本です。シュート、最後は畑がシュートを放っていきました。お互い局面局面で非常に強度高くて、ここには中野、中野が落として山田クロス、一気に前まで持ってきました。いや、奪ってから一気に相手の背後をつく、いい攻撃でしたね、はい、この簡単なる、これまた伊藤ですね、伊藤です、伊藤がまだ持っている、そしてパスを出した関根、ここは縦の推進力、伊藤が生きています。いや、今度は逆に裏ですね、次は、はい、関根が上がっていく、関根の勝負、前向いた、シュート、トミー触ったんじゃないですか、はい、今素晴らしいシュートを関根が放っていきましたが、あ、触ってるんですね、湘南ベルマーレは今鈴木明人と町野が高い位置、その1個下に平岡太陽が入って、ご覧のようなフォーメーションです。おお、最後シュート放っていきました、鈴木いいシュートでしたね、はい、鈴木明人です、そして反応します、よく反応しましたね、ホイブラテン、ホイブラテンですね、今そしてモーベルグ、モーベルグが縦に行く、1人かわした、ここで試合終了のホイッスルです。両チーム得点なく、ルヴァンカップの両チームの初戦0対0、スコアレスで終えています。